どうもかげやんです成果には時間差があるということについてお話ししたいと思いますそのね個人のねお店僕は一人でお店をやっていますけどもその売上がねじわじわっとねちょっとずつではあるんですけども上昇しているというか上がっているのが最近出てきましたえっとね え、その何で上がってきたかっていうのは、まあいろいろな要素はあると思うんですけれども、僕は集客の仕方を変えたんですね。前はね。必死にこうチラシを配っていたと。 ええ人に知ってもらうためにこうやっていこうと、えー、初めて来たお客さんにお聞きしたらですね、えー、こんなとこにこんな店があるんちょっと初めて知ったとかいうことを結構お聞きしたんでですね、えー、やっぱりもうちょっと認知してもらわなあかんなと思ってチラシを配っていたんですけども、えー、その集客方法をするんではなくてですね、えー、自分のね、えー、エネルギーを高める。 その高いエネルギー良質の良いエネルギーを高めるっていう、えー、自分が活動することによってその高いエネルギーにこうみんなが集まってもらうような、えー、集客の仕方、えー、こうしていったらどうだろうかというふうにこの方が、えー 結果的にいいお客さんに集まってもらえるんじゃないかなというふうに考えてですねそういう活動を自分でこうしてきましたで今年に入ったぐらいからそういう考えを持ってこうしてきてですね今7月なんでやっとねちょっとそういう自分の方向性が正しかったんかなと思ったり。 はしてますただそのうう時に確信があってそうやったわけではないんですけどもどうかなとちょっと実験的な感じであとは自分を高めるっていうことをこうしていく、えー、そういうことによって、えー、集客はできるしその方が僕にとってもいいしお客さんにとってもいいんじゃないかなというふうに考えてやっていったんですねでやっていってまあ半年以上ですね、えー、かけてですねちょっとずつ上がってきたともう最初のその5ヶ月ぐらいはねほとんど変わらない状態やってまあコロナは とかそういういのもあってちょっと下がったりもあったんですけどもで徐々に上がってきたとでそういう自分のやり方自分の集客の仕方をですね、えー、それを集客と呼べるんか分かんないですけど僕の中ではそういうやり方に個人店なんでほんでそういうやり方に変えてですねほんで出てきたのが7ヶ月後ぐらい。 えー、6ヶ月後ぐらいですかね、えー、6月ぐらいからちょっと変わってきたんかなというふうに思ってますんでやっぱりそういう成果っていうのがですね、えー、やっぱりその時間差があるというか、えー、すぐに効果が出てくるわけじゃなくてですねで、えー、自分が今やってる活動に関してね成果が出るのが半年とか1年でやることに関してはです、ね、もう3年5年10年かかるものもありますしその成果が出てくるっていうのはすごい時間差があると。でそのお客さんに分かってもらう伝,え伝わって いくっていうのも、ちょっと時間差があるかなというふうにも考えています。で、その自分のエネルギーを高めるっていうことをこうするにあたってですね。僕はちょっと意識したことはですね。えー、自分がコントロールできないものには意識を向けないということですね。だから、お客さんが集まらへんなと思って、例えば集客お客さんから連絡が来ないなと。思った時に、そっち側に意識を向けるとですね。余計になんかこうへんことが、こうストレスになってよくないんで。 それよりも自分のできることですね自分のコントロールできるものに意識を向ける例えばその体の勉強であったり施術の勉強であったりとかそういうことをしたりとかですね家族に施術をしてちょっと施術の技術を練習したりとかねそういうことにこう意識というかその行動とかですねそういうものを向けるようにしてそっち側を高めていくそれをやっていくことによって自分のエネルギーが上がっていくまあ他にもいろいろやっていってはいるんですけども。 そういうこととをしていくとそういう風にしていってこう高めていってるという形ですねだからそのちょっと前より今の状態の方がえとその売り上げだけじゃなくてねいろんなこと意味でですねいい状態になってるなと思いますしですねやっぱりそういうものっていうのはちょっと努力の積み重ねずっとずっとこう積み上げていってその今の状態になっていくと思うんでですねやっぱりその時間差があるっていうことをしっかりとこう。 意識しほとんとで時間差があってもそのなんかこうよくなってきたなっていうのを気づいた時はねかなりこうちょっと自分の中でねああ良かったなとその嬉しいなという感じになりますねやっぱりねそのコツコツほんでこれからもどんどん積み上げていってもっともっと高めていこうという気持ちにもなりますしやっぱりそのやってたことがその間違ってなかったんやなということもこう自分で実感できますしねやっぱりそれで良かったんやなと。に関しては いろいろやっていこうとは思ってますけども、とりあえずこれで良かったというところではあります。ということでですね、今日は成果には時間差があるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。